ンネル創業大学生による熊本ヴォルターズ応援企画。 OK, party people in the house. こんばんは、始まりましたヴォルターズチャンネル。パーソナリティを務める高野愛理です。同じくパーソナリティを務める犬丸真央と吉田直樹です。よろしくお願いします。本日も SCB 放送局新市街スタジオからユーストリーム生配信でお送りします。はい、カメラ間違えました。カメラ間違えたで、最近の皆さんバイトしてますよね。そうですね、皆さんバイトしててどうですか、最近のバイト情報。最近はその益城であった元気フェスタに出展してきました、うん、そうで、それのお手伝いで、もうめっちゃ6時半起き、大学生にない、そう、6時半起きして大学生にない、そうそう、6時半起きして、朝からもう何、あのモンスターの3倍濃縮のやつを夜買ってて、もう起きた瞬間飲むっていう、はぁ、量切れたね。いや、3時間ぐらいしか寝てなくて、でその日益城までみんなを私が車で乗せていかないといけなくて、もうだから寝坊できないと思って、前日から緊張してて、ずっと緊張してて、ね、本当もうね、二度寝しないようにと思って、もう起きたですぐモモンスター飲んで、うん、シャキッとして頑張ってきました。人多かったですか？めっちゃ多かった、へ、半端なかった。そうそうそう、なんかね、そう、ここのメンバーもなんか KAB でバイトしてる人たちがいるから、うん、そう、会ったりとか、ゆりたんとか、うん、そう、会ったりとか、ゆりたんとか、そう、ゆりたんに会いました、うん、そうそう、私は特にもうなんか出来事はないんですけど、最近半袖のエヴァのコスプレからラブライブと、新しくカードキャプターさくらになりました。さくらちゃん、カードキャプターさくら、めっちゃ神々で、よく会うんですよ、あれ、キャッチの時に、そう、立ってる時に、あ、で、会ったら、すみません、写真撮ってもらって、後ろからいきなり、マジマジみたいな、そんなね、積極的なお宅いないから、すみません、写真撮ってもらっていいですか、マジで、そう、いつも笑っちゃう、びっくりするね、それね、うん、そう、隣にね、二人でよく立ってるんだけど、うんうん、その人もね、みたいな、あ、私は笑うけど、うん、その人は知らないから、からね、そう、笑っちゃ う、ね、ガチでやべえやつみたいな、めっちゃ引くの、ガチでやべえやつ話しかけてきた、大吉だけ、大吉以外にはいないの、そういう人は、そういう人はいない、何の店ですかみたいなのがいるけど、あ、いるんだ、まあね、一応ね、ほら、オタクだからこうなってる、オタクだからオタクじゃないから、ズワーってくる、なるほどね、なるほどね、圧が、そう、圧がすごいから、あ、おじちゃんにね、イエーイとか言われるみたいな、いいな、会ってみたい、私会ったことないから、会わないね、うん、で、バイト配達とかで外出たら、うん、立ってたら、とりあえず絡みに行ったとりあえず絡みに行ったで、この前、そのアイリさんから聞いたので、うん、嬉しかったことあったんですけど、うん、そう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 、で、その絡み行ったんですよね、いつも通り、絡み、あ、絡み、絡み、絡みじゃない、絡みさんじゃない、絡みさんじゃない、絡みに行って、うん、で、その後聞いたんですけど、アイリさんのもう一人なんか立ってて、う、うん、女の子ね、で、あの人タイプって言ってた、うん、言ってたの、隣の子が、へぇ、あの人いいみたいな、すごいタイプみたいな言ってて、なんかそんな人いるんだみたいな、いや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 、でもちゃんと言ったから、彼女いるよって、あ、よかったよかったよかった、怒られるからね、怒られます、うんうん、私も怒られるそうそう、吉田さんは、いや、今私野次ケーキ屋なんですけど、うん、新人が入ってきて、うん、大変です、大変ですね、教える側なんだ、教えるんですけど、いよいよ、ね、まあ、うん、多分自分も多分最初できなかったんで、うんうん、まあ、ゆっくりゆっくりと、ゆっくり、あれやろ、あの、なんだっけ、誕生日プレート書くやつやろ、ああ、うん、あれも多分、いや、でも俺下手くそなんだよね、でも、いや、うまかったよ、うまかった、うまかった、ひよこのやつね、そうね、ひよこのやつ、いや、全然、一番の字で下手くそやから、まあ、女の子みんなうまいったい、でもなんか可愛い字書くと、あ、で、店長はなんかしっかりなんか硬筆みたいな、めっちゃうまい、おめでとう、めっちゃあれ大変そうだよね、ブルブルなりそう、こんな、なんか普通にキャビンアテンダントを影で作って、うん、チョコで書いて、後で画像あるからちょっと見せるけど、すごいね、めっちゃうまい、本当に
めっちゃうまい。できるの？めっちゃうまい。ひよこってだいぶレベル下がってるじゃん。まあ、そんなことない。ひよこめっちゃうまかったよ。すごい嬉しかったよ。なんか超リアルなひよこでもなくキャラクターのひよこ。そうそうそう。髪の毛が3本。髪の毛3本しかなかったから俺のひよこに。そう。可愛かったよ。可愛かった、可愛かった、超可愛かった。可愛ければいいよ。まあ、新人さんも上手くなってほしいなという、はい。バイト頑張りましょうね。皆さん。頑張ります。頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ、それでは。前回に引き続き一人ずつ選手を紹介していきたいと思います。今回紹介する選手のミニプレー集もあります。どうぞ。雑雑どうぞ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 。違う違う、これがチリジ選手ね。チリジネパウエ選手で15番ですね、はい、ポジションがセンターで南アフリカの人ですね。すごい。で1989年6月10日生まれ、はい、26歳、はい、身長がまた2メートル超えですよ。2メートル8センチで体重が122キロ。120、そんなに見えないけどね。多分筋肉、筋肉だね。ムキムキなんですよ多分。腕すごいもん。おすごい。これ122キロあるように全然見えないね。1キロ100キロぐらいね。試合の時もめっちゃリバウンド決めて、すごかったね。ファンになっちゃいました、ね。ファンになっちゃいました、ね。入れ替えました。チリジ選手ファンになっちゃいました。チリジ選手のファンになりました。すごかったもん。ごついっすね。てか南アフリカ、すげえ。南アフリカがすごい。なんかすごくない、うん、なんかアフリカって聞くとなんかやばいぞこいつって思う私。なんかでも南アフリカ結構発展してる国だから、アフリカすごい一番だった。こういう人がゴロゴロいるイメージなんだよね。ゴロゴロいると思いますよ、ねね、で大きい人いそう。身体能力がもっと高いから多分、ね、めっちゃジャンプしそう。めっちゃジャンプしそう。マサイ族ぐらい。てかリバウンド、なんでマサイ族出すんですか。多分あそこもアフリカのアフリカ圏内の人ですよ。だよねだよね。ちょっとそれで出てきちゃった。だってさ陸上の時とかすごいもんね。早いよねあっちの人は。ぶっちぎりやっぱ、ね、身体能力が全然違うもん、うん、いやだから私が分かってなかったのに。リバウンドもめっちゃ取ってたからやっぱり跳躍力、うんうん、もうめっちゃあるんですよね、うん、まあ一押し一押し、はい、チリジ選手、はい、はい。そして私がフルの選手ですね。でフルの選手は私たちの2つ上なんですよ。近い。お願いします。かっこいい。分かってする、うん、MVP。まあ、30番なんですけど背番号はですね、ポジションはガードで、はい、この間の試合もすごく、いやそうですよね、司令塔、本当に司令塔すごかった、うん、すごかったんですけど福岡出身で福岡第一高校、はい、で身長は178センチの76キロですね。で今年から来たんですかね、はい、ですごいんですよ。とりあえずすごいんですよ古野選手は。2個上に見えないもんね全然ね。そうなんですよ。あのですね、あの3、まあ、大学3年生の時に全九州バスケットボール選手大会の得点王、スリーポイント王、優秀選手賞で4年生の時も同じのを取ってるんですよ。でそれプラスアシストだから得点王なんですよ。すごいね。でもそうなめじゃないですか。そうタイトルだからその大会に出てる選手で、まあ、すごい選手が集まるところじゃないですか、うん、選手権大会なんて、うん、その中で一番だから、まあ、トップクラスの日本一ですよ、すごい、うん、2個上です。私2個上にめっちゃこだわっちゃってるけどすごくない？だって、うん、すごいマジすごいね、うん、そうだからあの見ててね、うん、すごい上手いもんね、うん、動きがね、うん、すごいすごかった、うん。この前の中継でも凄さが古野選手がめっちゃ飛んできてたから、ね、名前が古野選手みたいな。それは私の推しです。推しです。今日全員推しじゃないですか。推し、ね、推し今日全員一推し。今日推し今日、ね、ウェイウェイ、う
どうぞどうぞ。どうぞ。熱が丸犬さんのだけ違いますけどね。はい、やめてやめて。また緊張してくるけどやめて。本当に。また緊張するの。そうそう、また緊張するから。そう、じゃあ私は陽天翼選手を紹介したいと思います。はい。はい。天翼さんはあれですね、天翼さんはって陽選手、陽選手は背番号0番のポジションはフォワードで、出身は中国の出身なんですけど、福岡の高校を出られて福岡育ちの方です。で、今月のボルターズチャンネルでお祝いさせてもらった10月6日が誕生日で、で今月で27歳になられました。と身長が194センチで体重が95キロで、2011年から2014年までは五十嵐圭と一緒の三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ名古屋にいました。はい、ごめんなんか、はい、いや俺がびっくりしたのは五十嵐圭選手だけなぜか呼び捨てた。呼び捨てした天翼さんよ、いろいろ言ってたのに。ああ、ちょっとそれはもうカットしてもらう。生ですけどね。生ですけど、ね。マジか、呼び捨てした私。呼び捨てしてて。日常が出てるね、ちょっとね。ちょっと日常出ちゃダメじゃないの、ね、日常全員なんか呼び捨て、超失礼なやつみたいになりますね。五十嵐圭選手と一緒のチームに所属してありました。はい、ありました。はい。ごめんなさい。で、お知らせになる、ね。所属2週連続もうやばい、2週連続じゃないですか。ゴミがゴミがおかしい。もう変にこうやって緊張させるからこうなる。どこがですか。部分なかったでしょ。ごめんなさい、そうそうなんです、ね、何か何か何かいいですか、推しをこう出さなくて。あ、いやもう大丈夫です。いつもかっこいいって言ってますもんね。そういつも、うん、うん、そうちょっと恥ずかしいから、あ、ごめんね、はい、NG NG 無理無理、そうそうなんです。じゃあさて、今週は土曜日にアウェー戦、アウェーでアウェー千葉ジェッツ千葉ジェッツ戦があります。はい、今月末にあるホーム戦の対戦相手でもあるのでぜひ勝ってほしいですね。なんでこんな原稿マジ読みみたいな、うん、なんか読んじゃった。なんかこのですねっていうのがですねっていうのと、なんかですねっていうのがなんか恥ずかしくて、なるほどなるほど、なんでみんな恥ずかしがるちょっとなんかあれじゃない、なんか変にかし、なんか、うん、なんか確かに確かにですねみたいな。でもちょっとね、だいぶし最初にじゃあさてって言ったからね。そうこのなんかやっぱ入りとケツ、うん、ケツ課題、うんやめて、誰よバナーモード俺やけど、すいません。で、そう、なんだっけ、うん、この試合にはね、そう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 、ね、今月末、うん、そうそう吉田さん誰や、うん、お前をカズだった。田中カズノリですね、はい、あんま関係ない全然関係ない。ね、そうね、だけん今月末のそうホーム戦の対戦相手でもあるチームと、うん、今週の土曜日に千葉であれ試合があるからね、やっぱ勝ってほしいですね。ね、この間ね負けてしまった分取り返してほしい、ね、うん、で勢いつけてどんどん勝ってってほしいですね。うん、はい、はい。さて、お時間が近づいてきたようです。来週は試合のダイジェストと開幕戦の時にインタビューした様子を放送したいと思います。来週もこの時間から放送するのでぜひ見てください。それでは、また来週。カミカミですいません。